255ポンド、イサワ。季節灼熱、プロレス白熱、イサワの足が光る夏。バックになった、あった、タイガースーベックスの体勢だ。ローリングエルボー、カット、エルボー、ローリングエルボー。初めてチャンピオンカーニバルで、イサワのエルボー、右から左から、そして最後は右からです。エルボー、ローリングエルボー。すぐに起き上がる、スピニングエルボー。倒れない、倒れない、エルボー。そう話しています。ブロックしている、さあブロックしている、エルボー。打ち合いです。序盤戦から両選手飛ばしていきます。回転してのエルボー、倒れた。両者の一騎打ちは過去7回、三沢の6勝1引き分け。圧倒的に不安三沢にあるわけなんですが、エルボーを放ったものの依然劣勢三沢光晴。どうする、エルボー。頼るべきはエルボーだ、持つものべきはエルボーだ。そしてローリングしてのエルボー、大技を出してまいりました。カウントスリーを奪うには至っておりません。回転してのエルボー、俺は超えたい、三沢を超えたい、その思いが伝わるような、顔面蹴り、顔面蹴り、回転エルボー。さあ川田、起き上がれ川田、起き上がれ、言わんばかりの三沢の表情であります。さあエルボーだ、上から下から、上から下から、上から下から、ぐらついた、ぐらついた、エルボー、エルボー、エルボースピン、エルボー回転、エルボー芯をカウンターで止めました三沢光晴。回転してのエルボー、構えている感じの三沢光晴。両者互いに精神力、この立ち上がる力、ウィリアムス立派です。心を握って打った回転エルボー、これまでか。3年間の努力、スティーブ・ウィリアムス、ここに決裂するか、これまでか、怒涛の喧嘩魂もここまでか。ミサーミサーも、もう立ってきてくれるな、いう表情です。ウィリアムスコールです、馬鹿さん。そうですね、いや頑張る外人には、あの日本も外国もないんですね。さあ狙い撃ち、ヤッチングエルボー、神風エルボーだ。まだ行くのか、まだ行くのか、三冠王者の強さを見せる立派な勝利です。5回目の防衛に成功。